じゃあ、実際に今何をやっているのかっていうのを、説明していきますので、見開き開いていただいてよろしいでしょうか。はい、まあ、村づくりっていうのは豊かな大自然の中で地域住民と連携しながらそれぞれのやりたいを実現する持続可能な村を作ると、小難しく書いてますが、まあ人を呼び込んで何かしたいことがある人はここでしてもらって何かいろいろ実現していきましょうということです。で、田んぼとか、有給地とかね、耕作放棄地とかもいっぱいありますので、たくさんのね子どもたちとかに農業体験をしてもらえたらなと思っています。で、01ですね、一番下、ミヤマビレッジ、僕らはミヤマビレッジとここを呼ばせていただいてます。ミヤマビレッジクロスノートジョイントセンターということで、那島にあるジョイントセンターですね、柿迫義明さんが、今お持ちのジョイントセンターなんですけども、こちら、いろいろ話をしている中で義明さん自身がもうちょっと手放そうと思っていたと。で、僕らもそのちょっと職人さんとかが泊まるような家を探してたので、その話がマッチングしてですね、前田義久さんからご紹介をいただいて、義明さんとお話をさせていただいて、今後、今はまあ京都府との調整中なんですけど、その調整が終わり次第ジョイントセンターは私ら株式会社みんなの村で購入させていただいて、運営していくということになっています。で、ジョイントセンターって、ご存知の方の方が多いかと思うんですけども、子どもたちが、たくさん泊まれるような、施設になっていて、なんだ、農業体験に来た子とか、サッカー少年団が泊まったりとか、なんかスポーツする人たちが泊まったりとか、20人ぐらいのキャパで、子どもたちが来るような施設になっていたかと思うんですけども、ジョイントセンターとしての機能はそのまま引き継ぐことになっています。僕ら株式会社みんなの村が購入した後も、子どもたちを受け入れるような、施設にしていきたいと思っています。で、もちろん子どもたちがいない間は空き家にしておくのはもったいないので、例えば会社のなんか研修があったりとかで、若い人が来るとかっていうのは、あるかと思っています。団体の受け入れ先に、しようかと思っていますので、こちらには、基本的には子どもがいますけども、大人もたくさん来ることになるかなと思っています。京都府との連携はそのままさせていただくので、京都市内の小学生の受け入れとかも続けていきます。だから子どもたちの宿泊施設であり、なんか合宿所であり、で、子どもたちが来た時にはなんかそのただ来てもらうだけじゃなくて、地域の方たちにもなんかワークショップ開いてもらったりとか、なんか伝統工芸みたいなこと、例えばこの辺だったらしめ縄とかですかね、なんかそんなのを子供らに教えてもらうとか、そういうこともいろいろやりたいなと考えていますので、何かそういうこんなんやってるよっていうのがあれば教えていただきたいなと思っています。伝統工芸に触れるとかっていうのもものすごく子供たちにとっては刺激的なことになると思います。都会でね、都会のコーラーなんてもう帰ってきたらゲーム、もうずっとゲームしてるような子たちなんで、もうなんかいろんなこういうものづくりっていうのもね、体験させてあげるのがすごくいいかなと思っています。02番がミヤマビレッジクロス農業ということで、農業体験とかをしていきたいと思います。で、有給地になっている土地とか放棄地を、活用してですね、子どもたちに農業体験をさせていきたいと思います。米作りはもちろんなんですけど、なんかどうしようかなと思って、季節ごとに植わってる花が変わるような、なんか広い花壇というかお花畑にしてもいいなとかも思ってますし、どこやったかな、ちょうどひまわり畑がありますよね、下の方に、どこ、なんていうの、今宮ですかね、あんなめっちゃ綺麗じゃないですか。で、せっかくその辺田んぼとか空いてたりとかもするんで、なんやったらもう全部花壇にしてしまって、春夏秋冬咲く花を、ね、巻きまくって、広いお花畑にしたら綺麗じゃないかなと思います。で、その農業体験とかをする子どもたちがやっぱりノートジョイントセンターに泊まって帰るというような感じでやれたらいいなと思っています。はい。